はい、こんにちは。今日はですね、いじめに立ち向かおうということで、そんな話をしていきます。で、何かというとですね、僕自身がそのいじめられてきましたっていう話っていうのはもう過去の動画でも何回かお話をしてきたので、まずそこに関しての深い話とかですね、どんな事情があったのかっていうようなことっていうのは、今後また別の動画で話していこうというふうに思うんですが、今日はですね、僕とは違って僕と同じ学年で小学校と中学校が同じだったですね、ある女の子がいじめられたけど全然それって気にしてなかったよねっていうようなお話をしていきます。で、何かっていうとですね、結論から言うと、一つのことに没頭する、熱中するっていうことが非常に大事ですと。まあ、傍から見てるとですね、当時はなんですが、そうせざるを得なかったのかななんていうふうには思ってたんですが、今考えるとすごくこういいことをしてたんだなと。いいっていうのはそのなんかこうボランティア精神でいいとか、そういう話とかじゃそんなんじゃなくてですね、彼女にとって非常にいい行動ができてたんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですよね。で、まあ、いじめられるようになったきっかけっていうのは、まあ、小学生くらいのものっていうのは正直ですね、もう空気ですよね。空気で自分がいじめられないようにするためとか、自分たちが面白いからっていう、ただそれだけの理由でターゲットを一人決めて暴力振るったりとか、水ぶっかけたりとか、物隠したり壊したりとかっていうのがどうしても起こってしまうと、まあ女の子だったんでそんな過激なことはされなかったですけど、僕はされましたけどね、もう殴られたり物壊されたりとか、まあ、それはいいとして、で、まあ、彼女がまあいじめられっ子になってしまったであろうきっかけは、僕の中ではあれかなっていうのがあって、で、まあ、それはちょっとその子の名誉のためにもあえて言わないですけど、まああれは小学生からしたらいじめられても致し方ないかなっていうような、まあ、きっかけを自分自身で作ってしまったっていうのは、当時まあ、これ以上やめときましょう。ちょっと言いにくいところではあるのでね。まあ、そんな話があったとして。で、彼女は何をしたかというとですね、そういう状況になってしまいましたと。なかなか誰も近寄ってくれないし、話しかけてもくれないし、で、どちらかというと、その何かこう、危害を加えられるというよりは、無視される存在になっていってしまったんですよね。でもやっぱり人間関係ってすごく大事ですから、人から無視されるとかですね、そういうふうに離れていってしまうっていうのは、まあ、精神的にも、ものすごくこう、辛いことではあるんですよ。ライフシフト100年時代を生きるっていう本の中なんかでも、お金と人間関係っていうのはもうイコールくらいもすごく大切なことなんですよと。人間関係がなくてお金がものすごくあってもやっぱり人間不幸になりますっていうくらい、やっぱり人間関係っていうのは大事だっていうことが言われてるくらいのものですから、やっぱ無視される存在っていうのは非常に辛いわけなんですよね。で、そんな中、彼女が人間関係を築いていくよりも熱中できたものって何かっていうと、読書だったんですね。もうなんか小学校6年生くらいから僕もクラスバラバラになったので、どんなことをこうそんな風に過ごしてたのかってあんまり見ないんですけど、こう時々友達目当てに中学校とかが、中学校5クラスくらいあったんですけど、友達目当てにその子のいる教室に行ったら、ずっと休み時間本を読んでるんですよ。で、廊下歩いてる時なんかすれ違ったりしても、本を片手にですね歩いてたりとかって、ずっと読書してるんですね。だから友達となんか楽しい話をしたりとか遊びに行ったりとかっていうよりも、彼女にとっては本を、読むと、もう本が友達くらいのですね感覚で過ごしてたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、結果彼女は、僕らが住んでいた地域の中でもトップから数えた方の早い公立校に確か進学したっていうのを、まあ、風の噂で聞いたことがあるんです。多分事実だと思うんですけどね。多分トップ3、4くらいの高校ですかねっていうところに行くことができたので、まあ、結果やっぱ読書っていうのが知識とか勉強とかっていう、知識を身につけたりとか勉強っていう部分に非常に大いに役に立ったんではないかなと、まあ、そんなお話です。なので皆さん自身の中でも、これ動画見てる中でもいじめられてるとか、無視されてるっていうものがあれば、まあ、読書っていうのも一つ手ですし、何か皆さん自身が熱中できるもの、没頭できるもの、友達と遊ぶとか、部活の仲間と一緒に騒ぐとかっていうのよりも、もっともっと自分自身が楽しめる、ものっていうものが見つかるならば、ぜひそれに取り組んでみてはいかがでしょうか。今日はそんなお話でした。ということで、いじめに立ち向かう力第1弾ということで、今日は熱中できるもの、没頭できるものを見つけて、それに、熱心に取り組もう、そんなお話でした。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。
はい、ということで本日も最後まで動画ご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが役に立ったなと思っていただいた方はぜひグッドボタンとですね、それからチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。で、今後もですね動画配信していくんですが、動画の他にもですねコーチング生も募集をしています。興味のある方ですねコメント欄とか、あるいはチャンネル概要に載せているツイッターの方に DM を送っていただきましたら、コーチングパーソナルコーチングですね受けていただくことができますので、そちらもぜひお試しください。ということで、また次回の動画でもお会いいたしましょう。お待ちしております。さよなら。バイバーイ。